どうも、ゆうすけです。あれあれ、僕じゃない。よいしょ。はい、失礼いたしました。ということで改めましてゆうすけです。今回はですね、先週アップしましたクワッドコーテックス、便利な使い方をいくつか紹介させていただきましたが、スタジオでのおすすめの使い方ぜひお願いしますというふうにですねコメントをいただきましたので、今回こんな感じでスタジオに実際に来てですね、クワッドコーテックスの方を触っていきたいと思います。今回の動画ではコメントの質問に答えるという形で、実際にマーシャル JC120 ありますので、こちらへの接続方法、そして注意点、リターンに接続するメリットとしては、自分のギターの音をなんていうんですかね、こう背中から出して一つのこうアンサンブルの中に入れることができるっていうメリットもありますので、実際にこの動画を見ながらですね、視聴者の皆さん自分にどのようなスタイルが合うのかというですねところを考えながら、ぜひご覧いただければと思います。どなたが見ても分かるようにですね、基本的なまず接続順から説明をしていきます。ギターの方は今回こちら、はい、クワッドコーテックスのインプットに挿して、アウトからマーシャル900のリターンの方に接続しています。クワッドコーテックスの方はですね、ご覧の通り何もルーティングには入っていません。リターンの方に挿しますと、そこから900のプリアンプは経由せずに、こちらスピーカーを鳴らすためのパワーアンプの方へ直接入力することができます。音作りとかはこちらのクワッドコーテックスで構築をする必要があります。リターンの接続について注意点を挙げていきます。マーシャルと一言で言ってもですね、リターンに接続した場合に若干こう音の出し方がですね癖があります。今回の接続している900に関しましては、マスターの A、 こちらのボリュームとプレゼンスのコントロールのみが効くようになってますので気をつけてください。はい、ではまず音を出していくための気をつけるポイントを紹介していきます。電源は基本的に最後につけるようにしましょう。メインの電源、その後にスタンバイという順番ですね。この時クワッドコーテックス側のボリュームのノブもゼロになっていることを確認してください。マルチエフェクター側と今回900の方はボリュームが効きますので、ここのバランスはかなり気をつけるようにしてます。一番最後900のボリュームがマスターとして効くので、クワッドコーテックスのボリュームはとりあえずセンターにしておきます。わかりやすいですね、こういったデジタルメーターで見えるので。ここで50ということで900の方を音量上げていきます。はい、とりあえず今素の音が出てる状態ですね。次にアンプを何か選んでいきましょうか。基本好みのものがいいと思うんですけど、個人的にはですね、さっきフリードマンの歪みのプリアンプがとても相性が良かったので、こちらを入れてみたいと思います。前回の動画でも紹介しましたが、ちょっと歪んでいてノイズが多いので、このゲートを入れてあげて、ピュアなノイズを今カットしちゃいますね。はい、綺麗にノイズの方も消えました。で、あとはですね、リターンに刺す時の音作りなんですけど、こういった場所に来ないと実際の音がわからないっていう方、僕もそうだったんですけど、家で作った時の音、スタジオで出した時の音のこのギャップをどう埋めるかっていうのは、僕もやっぱりやってた時にすごく思ったんですよね。で、今回このクワッドコーテックスの方にはこういったスタジオに入ってる 1960A のキャビネット入ってるので、家で音作る場合はですね、この後ろに普段はこういうキャビネットを入れておくと便利かもしれません。 1960A のキャビネットはこちらですね、412、これはブリッドって言うんですかね、 60AGB75HZ89 というキャビネット。家ではこういったセットで音を出して音作りをする。実際にスタジオに来たらこのキャビネットを切る、でリターンで出す。もちろんこう全く同じとはならないんですけど、こうすることによって家で作った音をなるべくこうギャップがないように音作りしやすいかもしれません。試しにこのフリードマンのクリーンのアンプも入れてみましょうか。
構いい感じですね。あとはこういった空間系とかもですね、よいしょ、空間系も広がりのあるいい感じですね。僕はですねこれを直列でつなげるのではなくですね、はい、こちらも前回の動画でご紹介しましたが、このようにルーティングをですね変えて直列ではなく並列で出してあげる。フリードマンのこのこう芯のあるクリーンがそのままに、空間系がお互いこうぶつかり合わないのすごく綺麗な墨分けのいいクリーンが出すことができました。そこがどうなるか、今回撮影にあたって僕も実はリターン雑誌初めてで体験してます。マーシャルもいい感じなんですが、ジャズコだとどうなるのか検証してみたいと思います。リターンよく見てみるとレベルの切り替えのスイッチが2つついてます。プラス4デシベルっていうところとマイナス20デシベルっていう、こう選択するスイッチが裏についてるんですけど、こういったデジタルのマルチエフェクターの場合はとりあえずプラス4デシベルの方を設定してあげてください。細かいこう技術的な理由はちょっと省くんですけど、こういったマルチエフェクター、デジタルもののアウトのレベルってすごく大きいので、プラス4の方を選択することによって音量の操作がしやすいです。はい、ボリュームが今全部0になっていることを確認した上でジャズコの電源を入れます。さっきのマーシャルで作ったこのプリセットがそのままジャズコで鳴らすとどうなるかっていうのもちょっと気になってきますね。大事な補足なんですけど、さっきの900はこちらプリアンプ側についてたボリュームが効くんですけど、ジャズコの方はプリアンプのボリューム全部効かないので、必ず本当に必ずこちらのクワッドコーテックスの方のボリュームは0であることを確認してから音をゆっくり出していってください。でしょう、意外といい感じなんじゃないでしょうか。リバーブなんかも入れてみると、そしてディレイ、ジャズコらしいとかいろいろありますけど、耳に痛い感じはないですね。歪みの方に切り替えてみましょうか。4発のキャビから2発のキャビにスケールダウンはしてるので、音の全体のレンジ感は変わっていますね。もし家でジャズコをリターン接続して
鳴らすという想定ですねした場合に212これなんですかね、ロールスジャズ87カッコ M、 家で微調整とか近い音作りをするときはこちらを選択しておいて、実際鳴らすときはキャビネットをオフにして設定して使ってあげてください。これはさっきのマーシャルの時にも同様の手法なんですけど、年代によって全然スピーカーの種類も違いますし、 1960A のキャビといってもこう出てくる音がやっぱりスタジオに置いてあるものによっては違いますので、クワッドコーテックスにはですねとても便利な機能が入っていて、上からですねこうスクロールをしますとこのようにアウトプットの設定画面が出てきます。でよくこの右上あたり見るとですねグローバル EQ と書いてある項目がありまして、これをタッチすると、はい、最終段に入れる、まあ、いわゆるイコライザーですね、こういった画面を出すことができます。まあ、例えばこう持ってったスタジオの環境とかライブハウスの環境とか、この狭い広いとかによって出先でいろいろ調整したいと、ただプリセット開いてアンプのイコライザーをみんな設定してたらですねなかなか大変ですし、このグローバル EQ を使うことによって保存してあるプリセットを一括で全体のトーンを調整することができます。例えば2発キャビになったことによって、まあ、低音が少しスッキリしましたよね。でもやっぱりこの減ってしまった部分の低音を上げたいという場合はグローバル EQ を使うことによって、こういったリターンに挿して接続して音を出す場合ってキャビネットの部分はアンプの方の実際のキャビを借りて音を出している状態なので、キャビネットシミュレーターは切るようにしましょう。このような抜けの悪い感じになってしまいますので、キャビネットシミュレーターのオンオフだけ気をつけるようにしてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、いただいた質問に回答するという形で動画の方を投稿させていただきました。今後もですね、製品のレビューとか、なかなか動画じゃないと伝わりきれない部分がたくさんある製品が今多いと思います。質問いただきましたらですね、可能な限りこういった形でお答えしていければと思いますので、ぜひ、コメントをどしどしお待ちしております。この動画が参考になりましたら、ぜひ、斬新レコードチャンネルの登録、高評価の方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。